ピンチはアポロのね、チャンス。それを言いたかったです。ありがとうございました。皆さんこんにちは。2021年5月のマンスリーサンフレッチェ。よろしくね、やってみましたけど。いやー、5月ね、リーグ戦は非常に多かったですけど、加藤さん、いかがですか？試合数が多すぎてね、なかなか振り返るのに、なんかどの試合がどうだったかとかさ、直近の試合はね、覚えてるけど、多すぎてさ、ね、まあ、選手は大変だと思うよ、すごい。まあ、あと、それとね、広島カープさんのコラボユニフォームがね、ここにありますけど。ね、赤というこの、いやもうカープだねこれは。そうだよね。なんか会見の時確かあれを帽子かぶっとったのよ。そう、まあ俺も人のこと言えんじゃろうけど、まあ帽子も似合ってるわね。はい。2時、カープの試合が2時で、うん、直接7時だから、あ、まずカープの試合を見ていただいて、うん、そこからエリオンスタジオの方に来ていただければなと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、今回もね、視聴者の皆さんへのプレゼントも、ありますので最後まで見てキーワードをねチェックしてください。それでは早速グッドシーンに行きましょうか。はい、はい、お願いします。それでは、カズが選んだ5月のグッドシーンの発表をお願いします。はい、僕が選んだ5月のグッドシーンは第17節 FC 東京戦、川辺駿選手守備3点セットです。3点セット、いや、ありすぎて3ついいシーンがいやあってちょっと1つ選ぶのは、ちょっと難しすぎて、はいはい、これ3つともちょっと見てもらえたらなと。いや、駿の良さをね、はいはい、ちょっと、まあ、知ってもらったもんね、さらに知ってもらいたいなという思いですね。はい、わかりました。じゃあカズもね、このシーンを選んだ理由をね解説していただきましょう。はい、はい、ボール阿部に入った。その前には高木がいます。左には永井、永井を使う。永井から阿部、体を当てた川辺、森重からここから縦パス入る。三田の落とし、田川もう一度戻ってきますがカバーをしている。このセカンド、杉浦のシュート、おっと体を当てた佐々木。三田に対しては杉浦行きました。もういいですね、入れ替わった。ダスペースに跳ねるのに対してはタックルに行った。そこはしっかりとした。やっぱね、こうやって見るだけでも、もう守備がね格段に成長してるよね。じゃあ、まあ、まずは最初のシーン、はい、ここですね。まずこの時に、今早尾が見てるのは、まあ、陽次郎、高木選手を見てるんですけど、はい、ちょっと動かしてもらっていいですか。でここにサイドにボール出された時にちょっとストップしてもらっていいですか。もう陽次郎はのマークは捨てて、自分の前の選手をマークつきに行ってるんですけど、でまた流してもらっていいですか。でここでストップ、ボールに行くんではなくて、まず相手の体にぶつかりに行ってマイボールにするという、前まではそんなに相手に体をぶつけに行ったりはしてなかったんですけど、去年ぐらいから競り合いも厭わなくなって、でなおかつノーファールでマイボールにできるっていう、まあ、本当守備の技術が進歩したなと、個人的には思ってました。まあ、このシーンも体を当てに行くシーンなんですけど、ここからはいストップ、ここでもちゃんと体をまず当てて先に、で、まあ、味方が左から 見えてたか分かんないですけど、味方がボールを触れるように相手をブロックしたんですね、ここに。本当に解説が大変だったから、水沼さんだったかな、なんか解説者も褒めてたシーンだったんで。成績、あ、でも今の川辺の体の入れ方は良かったですね。もうスッとポジションに入って相手をブロックするように体を入れましたし、非常にいい守備、プレーでしたね。
これ最後はまあカウンターを阻止するシーンなんですけど、でこう早尾もねスピードがあるんだやっぱ、うん、でここも相手より先にボールに触って、でしかもちゃんとノーバールで、まあ、プレー切ったっていう、うん、結構怖いよねやっぱ間のカウンターっていうのは、うん、一気抜かれたらねキーパーと一対一になったりするから、ね、カウンターね、そうそう、早尾もスライディングするようになったんだなっていう思いながらまあ、趣味の成長は著しいっていう、ね、まあ、シーンをちょっと3つ見てもらいましたね。コージの選んだグッドシーン行きましょうか。はい、では発表します、僕が選んだ5月のグッドシーンは第20節ガンバ大阪戦後半20分川辺駿夫選手のゴールです。こっちも駿かよかぶせてくるね。いやいやいや、このカウンターのねゴールをぜひちょっと解説させていただければなと思います。はい、はい、だけではなかなか厳しくなってきますよね。はい、これもニアの表示、さあ出せるか柏、ジュニオルサントスへカウンターいけるか、縦に藤井がいます、逆サイド川辺だ、川辺のシュート、見事なカウンター。いや、これは解説いらないでしょまあ、早尾選手のね、まずポジションにね注目してもらいたいですけど、はい、流してもらって、ちょっとストップしてもらっていいですか。まあ、早尾選手はまだ自陣ゴールエリアにいます。はい、ちょっと流してもらって、でここで柏選手がボールをキープして、ジュニアサントス選手ももうダッシュ、それから川辺選手はその後ろからストップです。このスプリントしたスピードを落とさないような、このトラップですね、ファーストタッチ、このファーストタッチもまず素晴らしい、シュートを打てるところにしっかりと置いて、ここストップしてください。ここね、僕だったらもうファーサイド狙いたくなるんですよ、この角度は、ね、うん、ただ多分早尾の中で相手ゴールキーパーの、まあ、位置をしっかりと見て、まあ、ニアサイド、まあ、ニア上、うん、が一番ゴールの確率になりやすいんだろうなという思いがあった中で、ニア上にねこう狙って打てたという、見ていた方だぞ、見ていた方もまあちょっと興奮したんだと思いますね。ただこのシーンが早がフリーになったのは、藤井が斜めに走って、うん、おかげで、ね、ここも藤井の成長というか、うん、まあ、これが藤井が早尾の走りが見えとったら、さらにはすごいなと思うんだけど、そうだね、まあ、でも彼が走ることで、まあ、スペースが空いたし、ね、スペースがね、早尾のね、こんだけ空いたんで、まあ、藤井のプレーにも、まあ、0. 何点か上げたいなっていう、うん、意外と相手、コーナーキックとかね。うん、自分たちが守備しないからしないといけないからピンチだと思いきや、実はねピンチはこのねチャンスそういうことですそれを言いたかったありがとうございました続いてのコーナーは今月の MVP の発表です。今回は前回 MVP の選手が該当者なしだったので、特別に2名選出させていただきました。まず今回も MVP の商品に、お好み焼き屋みっちゃんを経営する株式会社 ISE 広島育ち様よりバラエティ3種セットとみやびクーポン券2万円分ご提供いただきました。マジすごいね、マジいいよマジでそれでは、今月誰が MVP を手にするのか早速いきましょう。それでは2人同時に発表していきます。マンスリーサンフレッチェ5月の MVP はこちらです。僕が藤井選手、僕が森島選手です。はい、じゃあちょっとね理由を聞いていきたいなと思いますけど、はい、カナダなんで森島選手かなり試合の中で
仕事量が多いというか、まあ、本当攻守ともにハードワークしてたなと、まあ、そういう点を評価したいなと、うんうん、思います。コージの MVP 選手、はい、藤井ですけど、いや、まあ、ボールを持てば、ね、相手に仕掛けるプレーだったり、うん、まあ、そういったシーンもすごく増えたし、相手の脅威にはもう本当になり得る存在にこう追わずの尻上がりになっていったっていうところで、うん、ちょっと選ばせていただきましたね。僕ら二人はね、グッドシーン、ね、川辺駿を選んでるから、なんで川辺駿じゃないんだなって思われた方多いと思うんですけど、まあ、ちょっと駿への期待値っていうのはね、もうかなりね、はい、もうあのプレーをしても当然みたいなハードルが上がってるから実は今日出演してくれる選手が来てくれてます。なんかグッズ売ったら売れそうやなとか思って、歯並び悪いんで、あの歯にはちょっと言ってほしくないです。そんな甘くないよ。嬉しい、全部買い取ってくれた。